どうも MJ です。モッドの紹介をしていきます。でご紹介するモッドはですね、テンパイズブラフセレメントオーバーホールっていうモッドになります。こちらのモッドはですね、テンパイズの断崖の居住地を制作者さんの手でカスタマイズされたモッドとなっております。もちろんですね、通常の居住地となっておりますので、カスタマイズされた居住地であってもクラフトの方が可能となっておりまして、ビルドエリアの範囲も少し広めとなっております。あとはですね、ロード順になるんですが、居住地変更モッドとなりますので、解体モッドの下にロード順の方を置いております。それではですね、簡単にですが、どのような居住地になったかご紹介の方をしていきます。でマップで言いますと、ほとんどの方がご存知かと思うのですが、テンパイズの断崖が制作者さんの手によってカスタマイズされた居住地となっております。近くで言いますと、ジモンヤ前哨基地、スカイレーン1981便、USAF 衛星基地オリビアがある近くの居住地となっております。で目の前にありますのが、制作者さんの手によってカスタマイズされましたテンパイズの断崖となっております。でただ単にですね、居住地がカスタマイズされるだけではなくて、少しミニクエストが追加された感じとなっておりまして、一部の住居の方はですね、すべて鍵がかかっている状態となっております。で一部の扉はですね、カードがなくても ヘアピンでドアを解錠していただければ入れるようになっております。でこちらの居住地の ID カードになるんですが、テンパイズの断崖の地下にですね、研究所の方が追加されておりますので、そちらで入手する形となっております。でテンパイズの断崖の南側に建物の方が追加されていまして、そちらの方で地下に入るようになっております。
で、その地下研究所に入るにはラボカードが必要となりますので、こちらの建物の入り口の前にですね、死体がありますので、そちらでラボ ID カードの方を入手してください。で、地下へ入るにはまずこちらの建物から入る形となっておりますが、こちらの建物の中に入りますと、セキュリティの方が働きますので、お気をつけください。で、こちらが地下への入り口となっております。で、地下の最深部まで進んでいただくと、クリーチャーの方が配置されていますので、そのクリーチャーの方を倒していただければ、ID カードが入手できる形となっております。
で、こちらのガルパから居住地の扉の ID が入手できる形となっております。で、こちらの地下の方もですね、クラフトが可能となっておりますし、解体なども可能となっております。で、もちろんですね、地上の方もクラフトが可能となっておりますので、通常のテンパイズの断崖のビルドエリアよりかなり広い居住地になっております。で、ID カードを入手できましたので、居住地にかかっていたドアのロックもこちらで解除ができるようになります。
簡単な感じでの紹介となりましたが、かなり作り込まれた居住地モッドかと思います。また良ければご自身の方ででも導入の方をしていただきまして、クラフトや地下研究所の方を探索してみてください。それではですね、今回はテンパイズブラフステレメントオーバーホールっていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。